はい、続きをしていきたいと思います。こちらのページ作っていこうと思います。それでまずここに入るサイズの、ポケット、私マチつけるんで、下もマチつけるんで、マチとマチをつけてここに入るサイズのものをまず作ります。これ 13.5 なんで13センチにしました。で、これは何かというと13センチで、あとでね、パンチで穴開けてさ、長さを作ろうかなと思ってます。じゃあまず、よいしょ、どうかな、こっちからね、まず、パンチで穴を開けていきたいと思います。だから、これサイズは、13センチにのりしろ、1センチ下で15で方外靴だと、これ10センチにするんで、のりしろ1センチで、まっすぐパンチしていきます。これパンチはね、自分の持ってるもので、好きなものでやってください。こんな感じですね。リリリ、2個あったな。寝起きなんでしょ、寝ぼけてますけど、足はね、ちゃんと切ってあげれば、で、あとはここもね、あと切ってあげれば、次が、次のこれもね、これ長さ長くしてるのはいいとこで決めようと思ってるんで、まだ長さ決めてない、短くすればいいと思います。私何センチするか言ってからじゃないと決めれないもんね。あれ、なんでずれた、ちょっと待って、ちょっと待って、ずれた、ちょっとカットする、ここでちょっとずれ飛んでダメじゃん。もう自分寝ぼけ取れてごめんね。起きてあと10分も経ってないで、目覚めてすぐ撮影で、どういう感じでね、もう失敗ありです。失敗してます。
ね、私はここで長さを決めた。これ大体どのぐらいがいいかなって、この辺がいいなと思ったら、こっちからできました。これをつけていきます。先にこっちつけたかも、はい、これで光ります。で、この穴のところは、こういうテープのり使うといいと思います。それ以外はね、5ミリで全然いいと思います。めっちゃ寝ぼけて、なんか何言ったか自分でもわからん変な言葉つぶやいとった。寝ぼけると何言うかわからん、本当に。動画で寝ぼけとったら面白いよね。黙って私も撮ろうすんな。今ごめん、寝とった。なぜ寝る、本当にね、寝起きでちょっと眠い。なんで今寝たかな。今ちょっと寝とったよ。今マジで本当ちょっと寝とったわ。信じられへん、私のバカ。撮影中に寝る、するの嫌やもんで、ね、使わないです。水中に寝た。多分寝たとこはね、ちゃんとスキップするようにすると思うんですけど、のぞいて笑う、のぞいて、ここにポッキーをつけようと思います。今度はいいかな。まだよくやるのよ。ズボンともよくやるし。
まだね、下だけ、下だけ場所決めます。下だけ場所を決めます。ちょっとね、そういう状況よいしょ、決めます。で、ここね、ちょっとセロテープ貼っといてあげると、ここ引っかからなくなってスムーズに入るんでいいと思います。ここね、入れるときにここでカンプ引っかかるの嫌です。ポンって入るように、いや、もう撮影中に寝るって感じだって。初めてよ、初めてって、初めてよ。なのでね、後でちゃんと何とかします。今回ね、コラージュとかそんなのはせずにね、ポケットとかつけますよっていうとこだけやってって、もう最後にね、ゆっくりコラージュとかして出来上がったのを最後に見せて、と終わりにしようかなと思ってます。居眠りしたところはスキップさせていただきます。でも言ってるんで、寝たらほいと思ってください。自分でも初めては。11分、もう大丈夫かな。ちょっと押さえたったらね、すぐ触れるようになるんで、こっち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 がね、ちょっとこっち引っ張ったかと置いちゃったので、ね、大丈夫そうなんで、このまま置いときます。で、物を入れるんですけど、上にクマクマを作ってあるんです。ダイカットマシンでぬきぬきしてしてるんだけど、このクマたちを入れとこうという。ボンドどこ行った、なんでこんなとこどこやろ。これも貼り付けば、もうね、このシェーカーの後ろ側がポケットになるように付けちゃいます。で、ここ顔の部分だけ、で、このクマのね、ダイカットない人は自分の手でね、こんなの描いて、切ればっていうか、描けばいいと思います。半分作れれば半分ね、この開くがこういう感じで伸びました。とりあえずこっちはこれで終わりかな。そう、一旦終わりたいと思います。一旦終わりじゃない、止めます。はい、こちらね、こっちのページ作っていきたいと思います。こっちはね、ポップアップの仕掛けにしていこうと思います。じゃん、仕掛けの紙サイズは、幅12、長さは30を半分に折ります。で、あとこっちはね、ポップアップでビヨンって開く方なんですけど、これは縦10の、横7センチを
4つ分になるように、だから10センチの28センチ、でこっちはこの長さはね、ここからあのはみ出さなきゃいいです。これが、ここに貼るんで、ここがね、あのこう詰まってしまわないように、あとこう貼るんで、この角からはみ出さない長さでいきます。なのでこれ長さで言うと、いくつって、よいしょ、14かな、14にしてあります。これが15なんで1センチ短いのかな。なので、これが14だから28センチかな、28センチの、44なんで8センチ幅になってます。で、あのこういうふうに半分に折ってね、半分に折ってピヤッと開いて、私もピヤッと開けばこういう形になりますので、これで使います。ではね、まずペーパー貼っていこうと思います。まずこれね、さっき言った7センチ10センチに切ってあります。それを貼っていきます。これでもね、剥がらないようにって思ったけど、大丈夫か。こういうふうに貼って、ここであのスティックのりね、塗りたい人はここでね、喉が痛いのと、まだ完全には治ってないんで、結構ね、なんか重症化したというか、もう長引いて2週間以上ね、こう貼ります。で、大丈夫ね、次ね、3、ちょっと書いてあるでも、ここにも貼っていきます。よいしょ、よいしょ、もうね、一応曲がるねって言ったら確認して、よかった、ね、これ外してくれたね。こういうので切りながらやってくるとめっちゃ時間かかるもんさ、撮影に先に切れるペーパーとか両面テープ貼れるものはね、さっさとしてしまうという、貼り合わせると、ちょっとここがパッと見出しとるのかな、ちょいはみかまっていう感じに貼っていきます。よいしょ、これでかいな、なんでこんなことはみ出しとんの。あとでまあはみ出すのを調整します。大体のね、あれ大体のサイズで切っとけば問題ないです。この曲がるとこさえ引っかからんだらいいと思います。これもね、こうやって広がって
ここちょっと一応かかり気味やなと思うんだけど、どっちが出とるってわけでもないしな。で、裏から見たらね、ここ出とるなとか、ここ出とるなとか見えるから、こういうのはね、簡単なのでちょろんと切り揃えときます。ここまでと、ここね、ここにピッと。指から離れない。離れない。よいしょ。マジで離れてくれ。次どこ行ったっけ。指から離れてない。次どこやったっけ。どこ見つったっけ。そんなにも大丈夫ね。これはこれで置いて、次ね、これにペーパー貼ってきます。ね、こっち側は土台下に貼るんでいらないんで、どうしようかな。ここからね貼っていきます。
微妙にちょっとずれ込んで、ここは微妙に合わせて、これで合わせて、ね、適当にもうちょい、もうちょい少な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 い、ちょっと気づいた、めっちゃ綺麗になった。のりつけるとちょっとブニブニするのは嫌だけど、次これボンドでつけます。ここに、ね、真ん中になるぐらい、これ12やで6ぐらい、これ定規でやった方がいい。6センチ、あんなこちこちこち、6センチ置いといて、先にボンドつける。ボンドに こうなっとる状態で、この三角形にボンドつけます。よいしょ、これでしっかりついてほしいんで、ちゃんと中もね、ときます。よし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 、ちゃんと6センチですねみたいなところ、ここに合わせて、ここに引っかからない程度にして、こういうふうに押さえます。だいたいここ真ん中に置くで、ここの幅とここの幅見てね、ちょっとずれとるなったら、ちょっとこう歪ませだったら、これだけのことなので、しっかりつくのを待ちます。そしたら今度ここのね、上にも三角形塗ります。こんな感じで、そしたら、パタンと閉じます。ちょっとつくまでおとなしく、あ、まだついてない、ついてかな、くっついちゃいけないってこと、くっついちゃいけないよ。よいしょ、ここがくっついとった、ちょっとノリでビリビリとったけど、ここでこう開くと、ここね、はみ出しとった、いやね、こっちもちょっとはみ出しとったかな、つきそうやったかな、ちょっと剥げちゃった、気にしない、そこは気にしない、はい、じゃあ開くので、このね、真ん中合わせにくいと思うけど、真ん中に、まあ、6センチ、だいたいこれで見れるかな、このぐらいが、ね、一緒の長さだったっけ、一緒の長さだったっけ、じゃあ一緒の長さだったよ、ちょっとちゃんと置けば、ちゃんと合うんだよね。ここでこういうふうにちょっと合わせておくと、そしたら1センチずつやってくるの、これの、そしたら半分より上に塗る、半分より上に塗る、ここに、
ふうに塗って貼り付ける、あたたたと貼り付ける。次こっち半分の下よいしょ、これも貼り付け、そしたらよいしょ、こういうふうに閉じます、開きます、閉じるのが弱いな、閉じます、わかるかな、こういうふうにを本体に、本体こちらですね、ここに貼り付けるということになるのですが、ですこれね、ですがこれね、またここにポケットとかここにポッケもつけるかどうか、コラージュだけにするかまだ決めてないので、とりあえずここにねシールだけ、シールの両面テープだけ貼ってつける予定ですで、一旦終わろうと思います。だからここはね、このなんだっけ、ボンじゃない、ボンドじゃないや、のりでもいいし、両面テープだけでもいいし、おお、ちょっと待って、それはお任せいたします。病院の先生にね、全盲がするって指摘されたので、ピューピュー言ってないって言われてね、私にしか聞こえませんよ、多分のこと言うとね。まあこれはね、ちょっと最後ね、よいしょ、でこれ後で貼ります、貼ります、でこれでね、こういう風になると、でまたコラージュとかしたのまた後で紹介いたしますので、ここで一旦切ります。はい、これがね完成品になります。チャームもつけました。でも簡単にリボンで結んでるだけです。もう中身も詰めてあります。レースつけて、窓つけて、コラージュちょろちょろんとして、金具詰めつけて、中もねここにちょっと取りやすいようにこう引っ張れるものを入れて、留めも入れて、ここにもコラージュしてね、ポップアップのコラージュして、ポップアップ、ここもね、どれ取ればいい、これが一番見やすいかな、こういう女の子がね、ほぼよく似た子が全部入れてあります。でここね、女の子、こうラミネート、わかる、キラキラの貼ってコラージュしてます。上はもうねしてませんでした。で特にここにリボンつけるわけじゃなく、玉紐じゃなく、普通にリボンを折っていながら、よいしょ、もうくちゃくちゃでしゃあないな、しゃあないなって言いながら、ひょいとひょいとこういうふうにね結んで、結んで、よいしょとよいしょと、もうこれ簡単に、もう簡単にちょっとひょっと結ぶ、簡単に結ぶだけでこれでね出来上がりとさせていただきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。